はい、皆様おはようございます。音家族代表のヒロです。昨日はライブお疲れ様でした。動員もですね、素晴らしく、皆さんのライブも素晴らしく、全体の盛り上がりも素晴らしく、ヒロさんは非常に機嫌がいいさあ、それではですね、MVB 発表の前にですね、まずはライブレポと言いまして、全バンドのライブ映像を僕が見ながらいろいろ解説などさせていただくんですが、前回から点数制を導入しておりまして、ちょっとそれについてご説明します。まあ、音家族ライブ毎回MVB と言いまして、モーストバリアブルバンドを決定して発表してるんですけども、それに選ばれるための3つの要素がございまして、まず1つ目が演奏力。まあこれシンプルに演奏力が高いかどうか、ちゃんとまとまってるかどうかみたいなとこですね。でもこれに関しては、経験者の子とかね、プロの子もいるから、その子らがいれば強いってわけでもなくて、初心者の子がやっぱメインのサークルなので、前回からの成長度合いとかも、重要視してます。ただ上手いやつが集まってれば1位ってわけでもない。うん。で、二つ目がパフォーマンス力です。まあ MC もだし、そのお客さんに向けた立体的なパフォーマンス。うん。かといってまあそのお客さんに手拍子とかお願いするだけじゃなく、お客さん視点に立って、お客様がやりたくなるような動きだったりとか、盛り上がりたくなるようなコール&レスポンスとか、うん、立体的かどうかみたいなとこを重視してます。で、三つ目、最後が動員力、呼んだお客さんの数ですね。やっぱこれが一番大事で、元家族ではというか、まあ僕はそこを一番重視してます。やっぱりどんだけ上手くてどんだけパフォーマンス力があっても、動員力ゼロのバンドは価値がないんですよ。その外でバンドというか、まあプロ志向とかでバンドやってる子にとっては動員力が全てなんですね。よくなんか俺たちはいい曲やってるから、いいライブやってるからみたいな人がいますけど、動員がないとね、価値はゼロなのよ。これはもうどうにもならない事実で、逆に言えばどんだけ演奏が下手っぴでも動員があれば価値なんですよ。そういう世界なのね。うん。で、まあ音家族はその初心者サークルだから、別に動員をね、強制もしないし、お客さんを呼べなかった方を責めたりももちろんしないんですけど、やっぱり呼べた人はその分価値がある。うん。そこをやっぱね、そこを曖昧にしちゃうとね、動員がないのに、経験者で何年もやってるから上手い子が偉そうしちゃうのよ。昔そういうことがあって、うん。それは非常にね、健全ではないです。音楽界にとってはね、はい。あと、まあ、動員がないのに、ライブレポでヒロさんにめちゃめちゃ褒められるからで勘違いして、俺外でやってもうなんかやっていけるんじゃないかとか、プロになれるんじゃないかとか勘違いしちゃう子も昔いたりして、うん、外でやるとかプロになるんであれば動員力なんですよってわけで、ちょっとそこ別に厳しく言う気はないんだよ。できない子はできない子でいいんだけど、できてる人はとても評価します。はい。で、その点数の付け方なんですが、10ポイントマストシステムと言いまして、まあ、演奏力、パフォーマンス力、動員力。今回の中で一番高かったバンドに必ず10点満点をつけます。そこから見て、そこから基準で、このバンドは7点、このバンドは3点とかっていう風につけていきます。なんか今日俺鼻声やね。ごめんなさい。なんですが、動員力に関して、今回はですね、外部から、ツイッターとかでね、ファンを作って動員できたバンドがおりますので、そこは特別ポイント。外部からの動員があったバンドは10点からスタートします。もうそこが10点満点は確定で、10点プラスアルファで10点以上の点数がつきます。これはもうね、やっぱね、友達や知り合い、家族とかを呼ぶのも素晴らしいんですが、外部から顔も名前も連絡先も知らない人をファンとして何かの価値を提供して動員できたというのは非常にレベルが高い、うん。これが本来あるべきバンドの姿。なので、まあ、その人を褒めるだとか、そうじゃない人を責めるわけじゃなくて、そういう動員ができたことは非常に価値があるんだよってことを伝えたいので、点数を多めにつけます。というわけで、まずは10点満点のバンドを発表します。まず演奏力。演奏ポイント10点満点は、ベイビーメンタルです。まあこれしょうがないな。ちょっとこれ上手すぎちゃう。これは反則級で。経験者だらけのこれはちょっと初心者の子らが成長したから言うて別に叶うもんでもないというかね。
うん、ちょっとなんかチートキャラ何人かいたしな。まあまあいいです。はい、次パフォーマンス点。パフォーマンス点10点満点はクイーンです。まあ僕がボーカルにいたので、ちょっとそれその分はあの省いて考えたとしても、やっぱ匠くんのあのキャラもあり、会場との一体感は一番クイーンがすごかったかな。うん、評判も良かったです、周りから。はい、で最後動員力、動員ポイント10点満点はキングヌーです。ここはドラムの大輝くんがいて、大輝くんがそういう活動をしてて、今回6名様外部から、素晴らしい。ってわけでこのバンドはもう10点確定で、10点プラス6人なので、動員ポイントがすでに16点入っております。ここからスタートします。ここから審査基準スタート。というわけでこの後ライブレポ全バンドやりますので、その中で発表していって、最後に点数が一番高かったバンドが MVB です。